今度2度目に、新しい国立劇場にやってまいりました。オペラの方のこけら落としは済んで、明日が演劇の方のこけら落としが始まるというところですが、今日は初めてオペラのお客様って言っていいんでしょうか、2曲目のローエングリーンを、指揮なさる若杉博さんにおいでいただきました。先生こんにちは。こんにちは。どうも、なんだか今日はちょっと緊張しちゃってるんですけども、ローエングリーン、はい、すごく売れ行きも良くて、なんか内部の方たちでも切符を取るのが大変だなんて話。そうなんですよ。やっぱりこの開幕に向けて、はい、オペラの部門もそうですし、はい、それからバレエの部門もそうですし、演劇もそうですし、はい、とっても皆様の期待が大きいようで、はい、切符がすごく早く売れてしまって、はい、僕たちでもなかなか親類から行きたいからって言われても切符がないとかっていう騒ぎなんです。そんなですか、はい。まあ、それだけ国民のっていうか、みんなの関心が高いっていうことなんですけど、やっとこの平成になって、現代芸術のための国立劇場が日本にもできたわけですけど、はい、そのことについて世界的にいろんなところを実際ご覧になって指揮をしていらっしゃる若杉先生の目からどんなふうに お感じになっていらっしゃいますか。何しろはっきり申し上げて、はい、僕も感無量というのが一番適切な表現だと思うんですけども、はい、三宅坂に国立劇場ができて、はい、それから今度は、西洋から輸入された、はい、私どもが受容した、西洋文化のための、これ近代文化と言ってますけども、はい、舞台芸術のための劇場という話はもう三十何年前から、話がありまして、はい、で特に日本のオペラの草分けでいらした藤原芳恵先生が、はい、もう残念ながらお亡くなりになって、この初日を見ていただけないのがとっても残念なんですけども、はい、すごく一生懸命に館長にもお出かけになって、ちょっとこうした施設が必要だということを説かれて、はい、で本当に藤原先生が一番喜んでらっしゃるんじゃないかと思うんですよね。で藤原先生って藤原歌劇団を、はい、創設なさった方ですけども、日本一のテノールと言われて、はい、日本のオペラ界を、引っ張ってこられた方なんですけども、はい、それで先生方の呼びかけで最初 その委員会ですか、どういう建物が欲しいだろうって、どういう建物で、はい、施設であるべきだろうっていう、舞台関係者の集まりがあって、その時には演劇の方は参加なさらずにオペラ劇場、オペラ劇場って言ってましたから、はい、当時は。それでみんなで集まっていろいろと意見を述べ合ったのはもう三十何年も前の話なんですね、はあ、どうせ削られていくに決まってるんだから夢は大きく持ちましょうよって言って、はい、そのオペラオペラってバレバレって言ってるいないで、もっと大きな施設にならないでしょうかって言ってみんなから笑われたんですよ、その大先輩大人の皆様から、でも今度それができましたから本当に嬉しいですよ。はあ、そうですか、中の施設とか劇場かそれぞれご覧になってらっしゃると思いますけれども、はい、世界中のあちこちのコンサートホールや劇場を実際にご覧になった目でどんなふうにお感じになられました。まず大劇場のことから申し上げますが、はい、本当にオペラとバレエを上演して、皆様に喜んでいただける素晴らしい施設だと思います、はい、劇場自身が特に客席が非常に親切にお客様に親切に考えられていて、相当傾斜がありますので、はい、全然前の席の列の席のお客様のことが気にならずに、直に自分のために舞台があるみたいにまっすぐ視線が届きますし、それから音響が非常によろしゅうございます、はい、あ、そうですか。もう僕たちが一番心配するのはやっぱり音楽の仕事ですので、はい、どういう響きになるか、その劇場っていうのはもうどんなに測定してもいざ立ち上がってみないと、はい、なかなか出来不出来があるものですけども、はい、この場合はとっても幸いな誕生で、はい、よかったです。世界的な施設でも開場してから音響に関しては随分後から修正工事をしたりっていうことがありますよね。手直しがたくさん起こるようですけども、はいはい、今回この劇場の場合はとっても幸せな誕生だと思います。そうですか、
でも今の時点でそういうふうにおっしゃられるとてほどいいってことですね。あのすごくいいところでも、はい、やっぱり使ってある程度してこないとこう空気が響き出さないっていう感じがあります。それは絶対あります。音楽会場でも、ね、あの劇場でもあります、はい、ですから今ので、要するにオープンの時にこれだけの水準だったらば、はい、きっとこれで3年4年と使い込んでみんなが演奏して、歌って、はい、音を響かせていくうちに、はい、今度は外壁あの劇場のなんつまり内装とか床とかが一緒に僕たちも演奏に参加させてよって一緒に共振し始めると思うんですね、そうですよね。そうした時にはもっと素晴らしい劇場になると。あでも今の時点でそういうふうにおっしゃられるってすごいことでしょうね、きっと。あのなんか普通オペラの切符って高いところと安いところの差が一番激しいじゃないですか。あそうですか。僕それ比べたことない。例えば演劇で3000円の席が一番安いとしても、はい、一番高いところはせいぜい1万2000円とか1万5000円とかだから5倍ぐらいでしょ、はいはい、オペラだともっと4000円ぐらいのところから6万円近い場合も海外から来た公演なんかございますね。ありますよね、それでこういうふうに両方から売れていくらしいんですよ、はい、だけどあのこけら落としのタケルに関しては、うん、まず高い席からきれいになくなっちゃったと。なるほど。まあそれだけそのなんていうかあのお金お懐にもゆとりのある方たちがご覧になったってこともあるのかもしれないけど、まずいい席に座って響きを聞きたいっていうご希望が。ああそうですか。なるほどね。あの実はですね、今あの日本の経済低迷低迷という話が出てきますけれども、はい、非常に盛んだった時代、はいはい、経済的に非常にあの上昇カーブだった時代にはですね、やはりあのせっかく劇場に足を運ぶならば、いい条件で、はい、あの体験したい出会いたいっていう気持ちが多くて、はい、音楽界でもオペラでも本当にその高い切符から売れていったんですね、はい、それであの、まあ、お電話であの予約が入って、それで残念ですがその日でしたらば C 席と D 席しかありませんって言うと、それならやめたわっとおっしゃるぐらいに上の席が売れて、はい、ところがそのいわゆるバブルが弾けたというの今の状況では音楽界もオペラも逆作用でやっぱり行きたい、でもお金は出したくない、で下から売れるで特等席が残っちゃうっていうような状況が続いてたんですけども、やっぱこうした新しい施設ができると皆様はやっぱりまずその施設で体験したい、劇場体験を持ちたいと思ってくださるもんで、きっとそういう現象が起こってるんだと思います。ただそれが定着するかどうか、これはこれからの僕たちのまずプレゼンテーションがちゃんといい結果を生むかどうかにかかっていると思って、僕たち責任重大なんですよ。いやそれで第一作が日本人の作曲家による、はい、新作ということで、はい、で今度先生がオフになるのはワグナーのローエングリーンですよね、はい、そしてそのすぐ後にヴェルディのアイーダが控えてます。アイーダが来て、はい、で来年の春ですか、マダムバタフライが続くという、あのまず最初にあのどうしても国の新しい施設で町に待った国立劇場だから、はい、何しろ日本の作品で、初日の幕を切って落としたいというのは、はい、みんなの、もう暗黙の了解でしたから、はい、ダン先生が素晴らしい曲を書いてくださいましたし、あの僕たち誰もがもろ手を挙げてまず日本の新作をで初日を開けようじゃないかっていう希望がありました、はい、それから今度はあのもう青井さんだったらご承知だけども、ローエングリーンの作曲家のワーグナーと、はい、それからアイーダの作曲家のヴェルディとは同い年なんですよね、はい、ですからやっぱりオペラの歴史の中で一番活発な、活動をしいい作品がたくさん生まれたのは、はい、やっぱりイタリア系の、オペラとドイツ系のオペラですので、はい、それじゃあその同じ年に生まれた2人の巨匠の作品を、続けようということで、それでダン先生、ワーグナー、ヴェルディとなった。そうですか。今度のローエングリーンはあのどんな特徴があるんでしょうか。はい、それはね、あの、はい、とっても素晴らしいんですよ、はい、自分で言うのはおかしいですけどねあの僕が素晴らしいんじゃなくて演出が素晴らしい。もうそれは青井さんの領域ですけども、何しろあのワグナーが生前から、作曲家のワグナーが生前からルードヴィヒ2世という王様にお願いして、バイロイトというところに自分のワグナーのオペラを上演、専用劇場を建てる、今でも毎年夏にバイロイトの音楽祭というのはもう大評判の
音楽祭ですけども、はい、そこの、総監督でいらっしゃる作曲家ワグナーの実のお孫さんにあたられるウォルフガング・ワグナー先生が陣頭指揮、自分で演出のためにもう劇場にずっと来てくださってますから、もう要するに本当にそのワグナーの考えていたこと、もう一行一句、いや僕のおじいさんはちゃんとここにこういう指定をしてるじゃないか、僕はそれを変えずにやるよって言って、きちんとお稽古をしてくださってるんで、そういう意味で演出面で本当に作曲家が望んだ作品の流れをきちんと組んだ、今までの上演史を踏まえたいい演出をしてくださってます、はい、それでキャストも外国のソリストを中心にしたチームと、はい、日本人のソリストを中心にしたチームと両方あるんですよね、はい、それでですね、はい、外国の一流の方々が集まってくださってるんですけども、はい、この方々は主に毎年そのさっき申し上げたバイロイトの夏の音楽祭で主役を歌っておいでの方たちなんですね、はい、それでその方たちが、一つのキャストを組んで、はい、それから今度せっかく日本で我々のオペラ劇場ができたんだから、はい、やっぱり日本の歌い手たちが活躍する場でなきゃいけないって、僕なんかも本当にそう思ってますから、はい、それで、厳正なオーディションをしまして、もう各々の役に10人ぐらいずつの歌い手の方が参加してオーディションを受けてくださって、はい、そして日本人側のキャストが出来上がったんです。ですからもう本当にまだ日本には今回のローエングリーに出演なさる以外に素晴らしい歌い手の方たくさんいらっしゃいます、はい、もう日本のオペラの歌手の層は厚くなりましたから、はい、ただしこの作品のこの役に一番ふさわしい方ということで、はい、オーディションの結果が出たもんですから、はい、まだまだ今回出演なさらない方も素晴らしい歌い手が日本にたくさんいらっしゃいますけども、まあ、この作品には一番ふさわしい素晴らしい日本側のキャストもできました。ああそうですか、はい、そういう意味でやっぱり全体のレベルがすごく上がってきて、はい、そうですね、もうやはり今舞台に立たれる世代の方々はぐっとレベルアップしましたね、はあ、人材も増えましたし、はい、それから声楽的能力もぐっと高まって、はい、それはね一つ理由があると思うんですよ。僕たちの先輩の方々、はい、僕から見ても先輩の方々の世代は外国で実際に勉強研鑽を積むっていう機会がそうはなかった、はい、で特に戦争があったから、外国で勉強したいなと思っても、出られない、はい、そうした方々が教室で次の世代の育成をしてらした時代、はい、それから今度そこで育った人たちがもう戦後のそうですね、1950年半ばぐらいからだんだんと外国に勉強に行って実際に外国の劇場で体験を積むようなことがもう60年代70年代からできるようになりましたから、はい、そうするとそういう方々が今度帰ってらしてその次の世代をコーチしてくださってるもんですから、やっぱりその伸び率はすごい高いです、はい、オペラはやっぱりとにかく外国行って勉強しなきゃいけないっていうことってあるんでしょうか。やはり決定的にはないと思います、日本でも素晴らしい教育者がたくさんいらっしゃいますし、はい、本当に愛情を持って一人一人に、ふさわしい役柄を育てておいてですから、はい、何も外国に行くのが全てじゃないと思うんですけども、はい、意外と外国人の方が日本人の声のその人の持ち一人一人違うその声の特性を引き出すのが上手みたい、なるほど。そこでだからやっぱり外国に行ったおかげで自分の潜在能力でこれまで日本で発揮されてなかったまた耕されてなかった自分の体の部分ですか、それがあってそんなところに畑があったっつってバーって声が出ちゃうってことがあるんですよ。なるほど。だそれは逆に西洋人だもんだから客観的に日本の人の声を聞けるので、あなた本当は今メゾソプラノだけども本当高いソプラノじゃないのなんて言われて、ってそんなこと誰も考えても自分でも考えてみなかった、それでパーンってソプラノになっちゃったっていうのが今度のローエングリーンの主役のエルザを歌われる小浜さんなんかそうです。ああそうですか、はい、先生はシンフォニーもお振りになるし、はい、オペラもなさいますけど、はい、その辺でご自分の楽しみ方とかこう姿勢の違いとかってあるんですか。僕はね、
時々白状するんですけども、あの星座のがあるじゃないですか、あの何月生まれは何座っていうのが、はいはい、ホロスコープ。それで僕が5月31日生まれですから、双子座なんですね、はい、で双子座のね、こうよくこう双子座の性格とかっていうのが書いてあるじゃないですか、はい、うちの家内がそれを読んでですね、あなたがモデルだったんじゃないのっていうぐらいに、その双子座のもう模範的双子座、はい、っていうことは欲しいものが常に2つある、はい、奥さんももう一人いたらいいなと思うそれで、ですからオペラをやっていてカルメンをしていれば、ああブルックナーのシンフォニーがしたいなと思うし、ベートーベンの交響曲をやってると、ああ蝶々夫人がしたいなと思うし、はい、常に両方ないと、このバランスがだから50-50でオペラとコンサートがこう、したい曲が50-50のバランスにいるときはものすごくハッピーですよ。ああそうですか、いいですね。あの先生は文学座に席を置いてらした時期もあって、はい、あのでも役者でじゃないですよ、先生自身もすごくお芝居がお好きで、はい、楽しかっただろうと思うんですけど、大好きなんですよ。それでね、あの役者の仲間にね、はい、僕いっぺんでいいからお芝居に出たいからって、ちゃんとセリフ覚えるから出してよって言って何やりたいんだよっていうか、ハムレットのレアティーズじゃなくて、あのホレーションって言ったらね、みんながゲラゲラ笑って、お前バカ、あれは主役だっていうか、で僕がすごいしょげたらね、誰かがかわいそうだと思ってね、いやもっとずっとセリフ多いんだけども、いやこいつのタイプだったらレアティーズがいいかなとかって言ってくれて、それですごい救われた思いをして。そうですか。あの僕は もしあの中野サンプラザのこけら落としの公演で劇団四季がジーザスクライストスーパースターを、当時ジーザスクライストだじゃあ通用しないということでイエスキリストスーパースター、そうでしたね。でその時に先生が音楽監督でいらして、はい、でそれがなかったらおそらくこういうふうにしてあの親しくお話しさせていただく機会なんて一生なかったかもしれない。かもしれない。もうペテルの貧乳の場面やなんかでね、はい、ずっと一緒でしたからね、はい、でもね、僕あのいい話題をって言ってくださいましたけども、僕がやはりあのウェッバーのミュージカルを日本で初演の指揮をしたなんていうと、はい、みんな今の人たちはええー、なんて言いますよ。びっくりしますよね、うん、で本当ですかって、ローエン・グリンフル人がなんて言うから、そうなんですよって浅利さんがあの、はい、誘ってくださったんで、あのすごい楽しい稽古をたくさんしましたよっていう話をしているんですけども、はい、あのいろんな環境が変わってきつつありますけど、そういう中でこの間僕新聞で先生が芸大の教授に同じになったっていう話を、はい、読んで、はい、びっくり、ちょっとびっくりしたんですけども、あのこれはどういうなんていうかお気持ちでお始めになることなんでしょう。あの実はですね、はい、東京芸術大学の昔の姿っていうのは、はい、まあ、あの音楽取調所があって、はい、それからそれが東京音楽学校になって、はい、東京音楽学校っていうところは杉村春子先生が 2回も受験なさったところですよね、はい、それでその東京音楽学校が今度は東京芸術大学になるときに、はい、美術東京美術学校と合併して、はい、東京芸術大学になって、ですから中に美術学部と音楽学部があるわけですね。でその共有 あの施設として、はい、新しくあのやっぱり演奏と、舞台作品が上演できる総楽堂、新総楽堂っていうホールが今建築中なんです。あの古い総楽堂がどっか寄せはあの上のもう映っているんで す,、はい、んです上野 の公園の中に映ってるんですけども、はい、それで近代設備を備えた新しい総楽堂が今建築中なんですね、はい、それが来年の4月にオープンなんですけども、はい、そこでその総楽堂を土台にして演奏芸術センターっていうものが新設されるんです。大学の中に、はい、でだからそれは音楽学部と美術学部との共有財産として、そしてその、舞台で何をするかということを、決めていく、係が僕 その今度の教授に任命で、僕はですから式の授業をするわけでもない、はい、講義をするわけでもない、そのセンターの仕事をする、はい、演奏芸術センターっていうんですけど、そこの芸術監督のような役割ですか。まあ、ある意味でそうです。でそれはなぜそういうものができるかっていうと、はい、これまでやはりあの音楽学部っていうのは、はい、演奏の能力を琢磨する、つまり演奏法を先生に教えていただいて、はい、演奏家として育っていくために、はい、演奏の教育をするところ、はい、または作曲家にしてみれば新しい創作の指導を受ける場所であって、
演奏する場所じゃなかったんですね。教育機関ですから、はあ、教わるだけ、技術の基礎を、技術の基礎だって、はい、それを発表する場ではなく学校っていうものは、はい、だけどもあの美術学部だったらばもうその教室で仕上げた作品が一つの作品としても一人歩き演奏してるわけじゃないですか。はい、書いたこと自体でも、はい、それを音楽学部でもそのただ技術の教育だけじゃなくて演奏の場を持たなきゃいけないっていうためにその新奏楽堂ができまして、でそこでだからもう教員も学生もそれはもうあの博士課程の人間も大学院の生徒もみんながどんどん自分たちで演奏する場所にしようと、新しい空気を入れて学校の中を活性化しようというのがこの演奏芸術センターという名前の由来なんです。そうするとあのちゃんとしたオペラが上演できるぐらいの希望を持った、あのちゃんとしたというところまではやはりこうやってこのこちらの新国立劇場のように、はい、あのオペラ劇場として建てたものではなくて、はい、やはり演奏会または舞台作品が上演される場合に、ある程度の舞台機構を備えていることという、はい、条件で作っておりますので、ただしだからあのやはり学校の校内ですから、はい、敷地がそんなに豊かじゃありませんので、どうしてもやっぱり上島の袖があの懐が狭いとか、はい、そうした弊害はありますけども、はい、何しろでもそうした新しい施設ができることで、随分学校の中もあの21世紀に向けて新しいムーブメントが起こると思うんですよ。ああそうですか、うん、あの美術の方と共有ってことは例えばそこに展覧会場があるとかそういうことではなくてじゃなくて、例えばモーツァルトのマテキを上演しましょうと、はい、その時に今回はかき割りの舞台美術じゃなくて、はい、彫刻の画から石ころを8個違う大きさの違う形の石ころを8個作ってもらって、はい、舞台飾ってそれでマテキを上演しちゃおうとかって、はい、そういうことですよ。それはでも逆に東京芸大じゃなきゃできないことですね。そうなんです、その両方一緒の学部でなかったらできないことですから、はい、あの演劇のとこだけ見ても例えばアメリカの演劇学科を持っているような大学って僕らの目から見たらこれが国立劇場だったらどんなにいいんだろうと思うような劇場を学内にみんな持ってて、はい、そうアメリカのキャンパスはいいですよ ね本当にどこでも もう東側でも西側でも素晴らしいあのシアターを持ってますからね、はい、そういう意味では日本では例外的な学校になりますね。なりますね。だから僕もあの結構自分の身辺忙しいんですけども、そういう新しいなんていうかこう活力のある仕事だったら僕やるって言ってあの引き受けしたんですけど。そうですか。なんとなく教授に収まっちゃうっていうのと先生のキャラクターがすごく違うんで、きっと何か違うことがあるんだろうなと思ったんですけど、だからもうそこら中の窓を一遍学校中の窓を一遍開けて、はい、外がどんな空気だか一遍空気を吸ってみようじゃないかっていう場所にしたいんですよ。なるほどね。そうですか。まあ、これでね、芸術大学と名乗る以上今度は演劇学部があって舞踊学部があったら最高なんですけどね。でも早くそうなってほしいですけど、なるでしょうか。将来的には僕はなっていくと思いますね。そうですか。夢は捨てない僕は、やっぱりあのフランス の, あの音楽学校に演劇科があるように、はい、イギリスにもそういう施設があるように、なっていくと思いますよ僕は。でも30年前にみんなに笑われた先生の国立劇場構想が今こうやって実現してるわけですもんね。そうですよね。あの少し自分のことなんであれなんですけども、初めて今年僕はオペラの演出をさせていただくことになって、どうぞよろしくお願いいたします。僕が何しろ忙しいのは分かってたんだけども、葵さんどうかあの演出してちょうだいとお願いしたのはあの仕掛け人は僕ですけど今日ここの施設の中でも、むしろあのオペラハウスよりもあの小さいホールの方もやってみたいなんとおっしゃってましたけど、先生がずっと、まあ、手塩にかけてっていうか大事にしてらした東京室内歌劇場の公演で、あの室内歌劇場って言っても随分あの小さいものも相当大掛かりなものもおやりになってますよね。そうなんですね。あのやっぱり30年にちょうど30年になりますから、でこれはあのできあの私どもが東京室内歌劇場という仕事を始めたわけですけども、そのはなんでそういう、ものを作ったかっていうと、若い声楽家の方オペラの修行をしてらした方が、やっぱり舞台に立つ機会があまりにも少ない、でそういう方はやっぱり教室で30時間教えるよりも舞台に立った方がずっと学ぶことが多い、お客様の前にさらされた方が、だからそうやって、舞台に立ってお客様の前で
自分たちの学んできたものを発表する場をたくさん作んなきゃいけないっていうので、はい、私どもが提案して、東京室内歌劇場っていう組織を作ったんですね、はい、で歌劇場といっても歌劇場っていう名前だとまずハードをどこにあるんですかって聞かれるんですよね、はい、あの渋谷ですか目黒ですか目白ですかって聞かれますけども、そういう施設はあのハードの劇場はなくて、まずソフトを固めちゃおうと、はい、それで、その頃その僕たちは東京あの、日本のその、国立劇場国立歌劇場を望んでいたにもかかわらず、はい、なかなかはかどらない、なかなかあの国がよしやろうと言ってくださらない、そのもどかしさがあってじれてましたから、これは東京私立歌劇場という名前にしようとうんと皮肉に国立がないんだから私たちはみんな手弁当で集まるんだから看板には東京私立歌劇場って看板出さないなんて言って、それはあまりにもちょっとあのあれが皮肉がきつすぎるっていうんで、室内歌劇場にしたんですけどね。あの別に室内にこだわってはいませんが、やはりあの室内オペラっていう分野で紹介されるべき作品がたくさんありますし、はいはい、ですからそれは普通の大歌劇団ではやっぱり一般の公演の時に大きな作品、あのそれこそ椿姫カルメン、はい、蝶々夫人っていうことになりますから、はい、そこであの上演する日の目を見る機会の少ない室内オペラの分野に自分たちの活動の中心を据えようということでやってきたんです、はい、あそうですか。で今度やっていただくね、そのヒンデミット の, あの長いクリスマスディナーロングクリスマスディナーですけども、はい、僕はね前からお芝居で好きだったんですよ。でいいお芝居ですよね本当に素晴らしいですよね。1時間しかない時間の中に90年の時間が流れる、はい、そして3世代の、一家族3世代の歴史が、はい、伝達できる、はい、そして上手にいつの間にか時間が経っていって、あっと気がついた時にはそのもう現代にまで来て、そうなんですよね、まあ、あのここに国立劇場ができ、それから芸術大学の芸大の中にもそういう新しい演奏の場ができ、で、まあ、僕もやっと念願かなってオペラが演出させていただけて、なんかこう環境が動き出してるなっていう、本当そう思いますね。なんか楽しいですよね、これからがね、はい、あの一生懸命勉強しますので、先生のお仕事の一端に僕も末永く加えてください。どうぞよろしくお願いいたします。今日は本当にありがとうございました。池袋の東京芸術劇場中ホールです、目の前にバディホリー物語バディの、セットが飾っております。そしてお隣に、お座りになっているのは陣内孝則さんです。どうもよろしくお願いします。ありがとうございます。あの開演前の新しい時間、これから皆さんウォーミングアップしたりする、そうですね、大体2時間前ぐらいから、そうですか、ぼちぼちみんな来だしてっていう感じですね、あの初日を見せていただいたんだけど、はい、いきなり2回公演がドドドッと続いて、はい、きつそうだけど大丈夫ですか。いや、なんとかやってます。そうですか、あの長い公演だし、ここでやった後、はい、神戸へ持ってかれるんですよね。そうです、神戸 の, あのオリエンタル劇場というところで、11月の13日から23日までやってますので、はい、あの震災以来やっぱり神戸何かと大きいミュージカルが来にくくなってるみたいで、きっと期待されてるんじゃないかな。あの非常に元気の出るミュージカルなんで、そうですよね、あのぜひ来ていただけると本当に喜んでいただけるんじゃないかなと僕は思ってますけど、はい、この装置もすごくあのオリエンタルによくはまりそうで、あ、そうですか。僕もできたら、僕初めてなんでよくわかんないんですけど、いい劇場ですよ。あ、そうですか。すごくここもとてもやりやすいでしょ、はい、あの800人の割に
圧迫感もないし、そうですね、広すぎもしないし、向こうもねすごくいい劇場です。あの3層あってね、とってもお客さんにこう囲まれてる、見守られてる、そういう感じがする劇場がやりやすいと思う。でも陣内さん間1年空いちゃったから、はいはい、ジェフリーでご一緒した、久しぶりにご一緒した時に、はい、そうなんですよね、あの、はい、年に1本ぐらいのペースで舞台をやりたいって、はいはい、いや本当は去年もやる予定があったんですけど、はいはいはい、あのなんかちょっと残念な結果になっちゃいましたけどその分僕らとしてもこの作品にはすごく期待があったんだけど、陣内さんとしても期するところが、そうですね、僕だから 5,6 年前からもうお話だけはいただいてたんですけど、はい、なかなか踏み切る勇気がなくて、一つはやっぱりあの実際に生演奏しなきゃいけないじゃないですか、はい、それでやっぱギタリストとしてもちゃんと腕を持ってないと成立しない舞台だったんで、僕はあのロックバンドやってましたけどボーカリストだったんで、そこら辺が、はい、あのだからっつってなんかテープ使いたくないし、なんか他の人に頼りたくないっていうところがあったんで、そうですよね、1年間練習したんですよ、はい、でまあ自分まあいろいろテレビとか映画とかやってて1年前からコツコツ準備した作品というのはないんで、これだけはやっぱり何としても多くの人に見てもらってなんか成功させたいなっていう願いは一番強い作品でしたね。そうですよね、はい、やっぱり陣内さんやっぱりロッカーだから根が、いやいや、だからやっぱり神様みたいな存在でしょ、ある種あのやっぱりバディホリってそうですよ ね、 そうですよね、もうそこから始まってますからね、ロックンロールっていうのが、はい、だから本当に嘘にしたくなかったですよね、はい、好きなだけに、すっごく分かります、好きなだけになんか嘘にしたくないっていうか、だから僕本当に好きな作品ってオファーが来てもできないんですよ、だから、うん、本当に好きな作品、例えばごめんなさい、こんなことこう言っていいのかどうか分かんないけど、例えばあの僕17の時にあの博多で、はい、あの葵さんには昔話したことがあるんですけど、はい、あの17の時に博多にあのロンドンキャストのロッキーホラーショーが来たんですよね、はいはい、それでバス停の映画館で上演した時にもうすごいショック受けちゃって、で自分の中でそれが果たして日本で上演して日本人のキャストでうまく行くものかどうかっていうのが僕は、うん、信じられなかったんですね、はいはい、だからまあ実はそういうお話もチラチラあったんですけど、あったでしょうね、とてもあの僕はやる自信がなくてみたいなところがあって、まあ今ローリーさんなんかですごい大ヒットしてて、なんか すごく面白いらしいですけど ね、 面白いですね、あのだからそういうなんか好きなものって特になんか臆病になりがちな性格なんですよ、意外に、だいたい青さんと会ってなかったら僕はミュージカルやってませんからね。ですよね。考えてみたら、ね、はい、あの14、15年前でしたっけ、はい、初めてお会いしてリトルショップオブホラー、リトルショップオブホラーに引っ張っていただかなかったら、はい、おそらくそんなミュージカルの世界なんてのは全然やってないと思うんですよね。やっぱりずっと音楽やってたかな。でも役者はそれまでに爆裂としてもやってた、はい、いや役者やってたんですけど、それまで役者っていう仕事が面白いって思ったことないですよ。ああそうですか、まあ、使ってもらってはいたんですけど、ちょい役とかなんかで、はい、あの映画とかテレビはちょこちょこ使ってはいただいてたんですけど、お芝居してて面白いと思ったことないし、オンエアされたのを見て自分の姿を見てとてもこれじゃ役者としてやっていけないと僕は思ってたんですよね、はあ、だからリトルショップからですよ、面白く面白くなって、まあ、役は面白い役だし、大変だったでしょ、でもそういう、そんなに舞台経験もない時にいきなりあのない役も、いやだからその時僕は不思議なのはね、やっぱりあの葵さんよく俺だと思ってくださったなと思って、だってあの時そんなあのマスコミのキャリアもないし、あの舞台のキャリアゼロだし、まあロックバンドとして多少やってたにしても、あの重要で面白いね、はい、役を僕が果たしてできるっていうのが、うーん、僕がもし演出家だったらね、おそらく怖くて使えなかったんじゃないかなと思って。でもね、あれ実はいい人いるよって教えてくれたのは桑名正人さんなの、はいはい、あの彼といろいろ相談しててね、はい、できたら彼にやってもらおうかっていう気持ちもあったりなんかしながら、はいはいはい、ただあの桑名さんがどうしても都合つかなくて、でも作品にはすごく興味を持ってくれて、はいはい、それでいろいろ一緒に考えてくれて、それである晩突然葵ちゃんいてるよって言って、もう夜中12時過ぎてたと思うんだけど、いきなり陣内さんの家に電話かけて、でその日に来てくれたんだよね。あ、行きました、はいはい、ね、で僕はもうその時にあのプロフィールバッて横顔を見て、はい、大丈夫
この人でやろうって。ああそうですか、うん、でそれで僕はそれはそこまでは僕の直感だけど、うん、翌日ね台本をさらっと一回読んだ、はい、陣内さんが翌日会いたいって言って昼ご飯一緒に食べた時に、はいはい、陣内頭悪いですからなんて言いながら、はい、これで間違ってませんかって言っていろいろ感想を言ってくれたんだけど、その感想の方向とそれを表現する言葉、そのなんか的確さに僕はほとんどジェラシーを覚えて、で本当にそうなの。僕一応なんか自分の言葉っていうのにはうぬぼれがあるから、人と話をしててね、その人の言葉の感覚にあんまり嫉妬したりしないんだけど、陣内さんには嫉妬しましたね。いやいや、それちょっと持ち上げすぎですけど、でもいや本当に良かったですね。だから最初に会ったのは葵さんだったから、非常にね、離島ショップもそうだし、でまたほらあの時真田さんも、うん、かけてたし、はい、みんな必死だったでしょ。一番なんかこうエネルギーのありましたね。宮本亞門君もまだ宮本亮次君で振り付けをしてくれてたし、そうですよ、僕初めて振り付けされたのは宮本さんですよね。そうですよね今考えてると不思議なもんですよねだからそのみんなが今大きく一歩踏み出すっていうエネルギーがわーってこうあって、やっぱり一生に何度もない芝居だったんだなって思います。不思議なんですよ、今回もバディやってるじゃないですか、はい、実はもう青さんご存知かどうかわからないですけど、ロッカーズっていうバンドやった時に、はい、僕の相棒っていうか高校時代からずっと一緒にやってきた相棒がいるんですよ、ギタリストの、はいはい、彼がやっぱり金眼でこういうメガネをいつもかけてて、それでバディホリー意識してて、バディホリー風の曲を作ろうっつって二人で、立川の米軍のハウスに上京したばっかりの頃、2枚目のシングルかなんかちょっとペギスっぽい曲なんですけど、一緒に作ったりなんかした仲間がいたんですよ。そいつが去年の10月にバイク事故で死んじゃったんですよ。でこれ見に来るの楽しみにしてたんですけど、その時にバディホリーと同じあのストラトキャスターっていう同じモデルのギターを片身分けで僕もらったんですよ、奥さんから。それでそれはまあ使ってみようかな、でも、ジャパンフェンダーでそんなに値段の高いギターじゃないんですよ、はい、で僕は自分でちょっと高いギター2本ぐらい買って、それで準備しててリハーサルなんかすると一番いい音色を出すんですよ、そのギターが。もう本当にね、音の抜けとかなんかがね、もう全然他のギターと違うんですよ。だからもうなんかほらこのギター使って頑張れよって言ってくれてるみたいなね、いや、そうですか、でもそれは多分不思議ですね。不思議ですよ、でもね、今ふーっとこうあいつの写真なんか見ると本当バディホリー似てるんですよね。でも僕はその方の写真を拝見したことないけど、はい、僕ロンドンで見て、はい、でポスターの写真見た時に、はい、陣内だって思ったの陣内自身も似てますよね。そうですかね、まあ、眼鏡かけてるロッカーっていうのは珍しいのかもしれないけど、まあ金眼で、ね、非常に似てるっていうか、僕がやっぱりまず金眼っていうところが似てるのかもしれないし、その後やっぱりあれなんですよ、彼は21、22っていうのが全盛期でアメリカでヒットチャートを席巻してた時代でしょ、で僕は21、22ってロックバンドをやってた時なんですよ。で僕22歳でバンドを解散して、はい、彼はつか、まあ、バディホリーさんはその時22で飛行機事故で亡くなった、はい、それで田舎町の出身でカントリーしか受け付けないような町 で、はい、でそこで両親からタイル職人になれタイル職人になれって言われてた時代があって、僕なんかもやっぱちょっとプータローみたいなことやってる時にやっぱり上からは木工職人になれ木工職人になれって結構言われてましたからね。家具の町なんですよね、家具の町なんで、ね、だからすごいなんか共通点がなんかすごく多い、やっぱり時代や環境と戦いながら自分の音楽を貫いたっていうか、そうね、まあ僕の場合はそんなかっこいいのいいもんじゃないんですけど、でもすごい人ですよねバディホリーって、うん、生きてたらどうなってただろうって思いますね。今だからこういうふうになんか語れるけど、当時だってロックンロールスターっていうかはいない時代っていうか、はいはい、まあプレスリーが出だした時代で、その、ロック歌手としてサクセスするっていうことは不可能に近いようなですよ、ね、お金にならない時代なんですよね。本当にマイナーの極限っていうか、そうなんですよね、変なことやってる人たちみたいな今だったらだから向こう昔の方がやっぱ崇高なんですよね、志は、はい、すごく今だと一発当ててやろうとか、うん、そういう下世話な思いでロック歌手になろうとする人いるかもしれないけどあの時本当にこの音楽をやりたいんだっていう思いみたいなものがあって、うん、しかも自分で詞書いて自分で曲作ってっていうのも、もう全然走りじゃないですか、はい、
それで最初にあの最初にそのロックンロールにあのストリングスっていうかオーケストラを、はい、あの入れてこう録音したの初めての人ですよね、はい、それで50年代のあの人種差別真っ只中の中で本当にプエルトリカンの奥さんをもらって、はい、そういうもういろんな壁をなんか超えちゃった人っていうか、はい、そういう意味で僕やりだしてからいろいろ勉強するとなんかあこの人って本当すごい人だったんだなと思ってね、うん、あらゆる意味での先駆け。そうなんですよね。アポロシアターの場面なんかも逆差別でしょ、はい、その黒人の領域だっていうところで認めてもらうっていうようなところもすごく感動的だったし、はい、僕初日見てやっぱり陣内さんの舞台に対する思いっていうか演技者である自分に対する情熱みたいなのをすごく強く感じて、それが一番なんか中身と関係ないところで伝わってきて感動しちゃったんだけど。あ、そうですか、ありがとうございます。いやでもやっぱり、ね、本当ねなんか僕思ったんですけど、別に青さんがいらっしゃるからこう僕がそういうことを言うわけじゃなくて、その自分の根っこみたいなものをなくしちゃうっていうのが一番怖いような気がしますね、はいはい、だいやはっきりはっきりこの青さんなんかにこういうこと言うとまた失礼な言い方になるけど、舞台ってお金にならないんじゃないですか。はい、なりません。はっきり言ってなんか非常になんかねマスの仕事だとかコマーシャルだとかなんだとかに比べたらもう全然お話にならないけど、でもここをきっちりあの自分の根っこ自分のアリバイみたいなものをきっちり明確に出しておかないと、はい、本当他の仕事やった時にはだんだん自力になっていくっていうか、だんだんつまんなくなっていく自分が分かるんですよ。やっぱりそうですよね、もちろんあの、まあ、青井さんみたいな演出家であり脚本家である方との出会いとかあのいろんな共演者との出会いいろんな、うん、それによって引き出されるものがものあるとしても、それ以上になんかお客さんのダメ出し、はい、そのお客さんの拍手歓声、それ一つでこう役者って変わっていくじゃないですか、はい、やっぱそれを常になんか持ってないと、あのいや僕の場合はちょっとこれはもうさっき怖いなと思い出したんですよね。いややっぱりね、その例えば演出家の仕事でね僕らダメ出したりする、はい、でダメ出しによって役者は賢くなったり上手くなったりはするけど、役者が大きくなるのは観客の拍手によってしかならないっていう僕は思います。ああなるほどね。その代わり一番怖いのもお客さんの知らん顔ってやつ。そうですよね、あれ怖いですよね。怖いですよね。怖いですよ。いるんだけどなっていう、5年ほど前になりますけど、僕はブレヒトの三文オペラを、はい、あのニューヨークでイギリスの大御所のピーター・ホールっていう、はい、サーがつく演出家がいるんですけど、はい、その人の演出でスティングがやってるのを見たんですよ、はい、で、あのある程度そういうノリをねこっちも期待していったんだけど、はい、でも全然そうじゃなくて、これ以上真面目な三文オペラないっていうぐらいの上演で、あの何も知らなければロイヤルシェイクスピアにこんな隠れた中堅がいたのかと思うような芝居をしてたし、そういう意味であのジャンルを超える人って今どんどん出てきてるわけだし、うん、もう陣内さんなんかも役者としての方が主になってきちゃったけど、ね、でも1年間そのギターをね、はい、自分で、はい、もちろんその多少の心得はあったと思うんですけど、はい、バッターってところに、はい、あのやってらしたっていうのを聞いて思い出したのは、やっぱりあの歌舞伎の世界で女方の役の最高峰って言われる箱屋っていう役があるんだけど、はい、それはお琴と呼吸と三味線とお芝居をしながら弾かなきゃいけないっていうんで、一生の課題みたいな、あの博士論文みたいな芝居なんだけど、やっぱりそのために1年前から玉三郎さんは楽屋で密かにお稽古をずっと続けてて、全然違うお芝居なのに、私腱鞘炎なのよとか、どうしてですかって言ったら、内緒だけどお稽古してるのって言われて、だから今ね日本の芸能界ってお手軽に見せるものが流行るじゃないですか、はいはい、で僕笑いも大好きだけど、はい、その笑いがどんどん安易な方向に行っちゃうし、はい、その安易な笑いに若いお客さんがなんかどんどんこう、うん、低い方へ流れていっちゃうっていうのはすごく残念で、うんうん、そういう意味で初日見てもう一つ感動したのは、やっぱりちゃんとできる役者が1年準備してやった、そのなんていうかな、あの陣内さんだけじゃなくて他の人たちもみんな演奏も歌も本当にしなきゃいけないし、はいはい、そういう意味でそこのなんていうか手応えっていうのかな、ちゃんとやんなきゃお金は取れないんだぞ芸事はっていう、その基本を見せてもらえたのすごく嬉しかったです。いやでも相変わらずミストーンはなるわやっぱりまあコードは間違うわでね、もう目も当てられない時はあるんですけど、でもそれなんかやっぱ舞台って嬉しいなと思うのは、あのお客さんが一緒に作ってくれるじゃないですか、はい、本当に
お客さんが本当に楽しみに来てるお客さんが多いと、本当に一緒にエネルギーが交わってこう大きなハレーションを起こしてくれて、それで最高の舞台になっていくっていう、それをすごく今回の舞台感じるんですよ。特にこの芝居の2幕って良くなるか良くならないかはお客の責任と言ってもいいぐらい。いや本当そうなんですよね。もちろん舞台からそれを投げかけてくれないとダメなんだけど、やっぱりお客さんが思い切ってそれを返すっていうところに楽しさがあるじゃないですか。そうね。どうですか、その初日はやっぱり待ち構えてたお客さんだから、僕いいノリだと思ったんですけど、その後は、いやその後ね、もうアンコールが鳴り止まないんですよ。あ、そう。だからもうちゃんともうアンコールやって、それでもうそれ以上はもう稽古してないからもうやりようがないん で, で私がその後出て行ってもバディのまんまで終わんなきゃいけないっていう、陣内孝則がそこに出て行ったら一気に夢を覚ましちゃうじゃないですか。だから出ていけないんだけど、でも本当出て行きたくなるぐらいずっと延々とアンコールしてくださるんで、それはもう心苦しいとこありますね。それはでもすごいことですね。特に土曜日の夜のお客さんなんていうのは、特にそういう方多いですね。僕がロンドンで見たの始まったばかりでしたけど、通路で年配のお客さんね、それもリアルタイムでバディホリーを楽しんだ、その人たちがもう50歳60歳になってて、なんか楽しく踊って、で隣のおばさんが泣きながらシンガーロングしてるのなんて見るとすごい感動だね。いやでも日本も60代ぐらいのご婦人とかそういう方たちがすごく踊り狂ってたり、ひょっとしたら昔のウエスタンカーニバルとかね、ああいう時代を思い起こされてるんじゃないかなと僕は思うんですけど、日本もやっぱり多いですよ。それすごいですね、意外とその年配の人たちって自分では楽しんでも、人前でそれをこうなかなかしないんでしょ。でこの間笑ったのは、僕大河ドラマやってたじゃないですか、その時所作の先生で猿若先生がいらっしゃって、それで、やるんだってバディホリーっておっしゃって、見に来てくださいよって言った、俺好きなんだよとか言われて、で普通ね時代劇の所作とかご指導なさる先生が、昔はやっぱりそういうの大好きで、俺歌えんだよっつって、俺はレッツセットゴーマンゴーっていうのをレディーテディをね、お歌いになるんですよ。やっぱ好きな方いらっしゃるんだと思って、邦楽の方だったりするとびっくりしますよね。びっくりしますよ。でも意外とその伝統芸能の人たちって、若い頃に僕ら普通の人間よりもっとその古い世界に反逆したいっていう気持ちをみんな一度お持ちになるみたいで、そうみたいですね。そういう時にすごく強く前衛美術に関心を持ったり、新しい音楽に関心を持ったりっていう、だけど結局やっぱりお家の芸を引き継いでいくみたいなことってあるみたいだから、いや面白いですよ本当に。でも陣内さん、こうさっき伺ったら、来年大台、そうなんですよ。だから僕ね、今回特に日本のスケジュールなんてそんなロングランができるような状態で、あれしてないんで、スケジュール大変じゃないですか、でできるのかなと思ったんですけど、演出家が一番心配してましたね。ロンドンは25、6歳の人が主演やってるんですよ、僕は39歳で、君大丈夫かいって。でもそのやっぱりお客さんがね、日本の恥ずかしがりのお客さんがそれだけ興奮するってことは、舞台から来るものがよっぽど強いってことでしょう。いやでも逆にお客さんに乗せられてるというか、お客さんがこんなに喜んでくれるなら、それはもう役者としてはこう自分の命削ってでもやりたいと思うじゃないですか、これだけ喜んでいただけるんならって、そういった意味じゃ僕本当に幸せな作品と出会ったなと思ってますけど。それはよかった。でこれからその40代に入っていくと、きっと今までやりたかったものとやりたいものも変わっていくだろうし、あるいはもっと若い時に見てこれいつかやりたいなと思ってたものが、やれる時期になってきたりすると思うんだけど、その辺で何か具体的に夢を膨らませているようなことってありますか？いやもちろん新しい作品とやっぱまた出会いたいなとは思いますけど、とりあえず今この僕さっきもその17の時、ロッキーホラーと出会った、それであれもロンドンミュージカルじゃないですか、それでちょうど17の時に僕初めてアマチュアバンドでなんかイベントのコンサートみたいなの出た時に、初めてお客さんがこう立ち上がってこうジョニー・ビーグッドかなんか昔ながらのロックンロールやった時に
初めて手を挙げてくれたんですよ。その時もこれは商売にしようと思ってこれで生きていこうなんて思った、うんうん、それがなんかもうその2つが一緒になった舞台なんですよ今回のバディって。なるほど、ね、だからこのバディをできる限り、まあ、今回に限らず再現、再演、ちょっとどこまでできるのかやってみたいなっていうのは一つありますけど、うん、そうですか、はい、あの日本ではねまとめてロングランっていうのはなかなかしにくいけど、はい、でも僕はねその断続的なロングランっていうの、はい、すごくいいことだと思うんですよ。あ、そうですか、うん、で考えてみたら歌舞伎や新派もその大きい目で見れば100年単位200年単位の断続的ロングランを繰り返して磨いてきたわけじゃないですか、はい、そしてああいう洗練された表現の形態にまで達してる。そういうことを思うと僕らの現代劇の仕事でもそういうことがされていいと思うんですね、うん、でリトルショップなんかもそうだったじゃないですか。そうです、初演があって、その1年後ぐらいに再演があって、そのまた3年後ぐらいに再再演があって、はい、でその時には陣内さんも真田さんもすっかり大きな役者になってて、いやいや、ね、その上でもう一回挑戦する、自分たちの原点をもう一回、あの洗い直すっていう、あれは面白かったですね。面白かったですよね、本当に。あのでもう再再演になるともうお客さんも知ってるんですよね、はいはい、どういうお芝居なのかどういうものなのかっていうのは知ってて、それでお客さんと我々出演者がこうぶつかって醸し出すっていう、はい、あの世界っていうのをもう一回ね僕は味わってみたいな。でも再再演ぐらいまで行くと、はい、そのロンドンやニューヨークの本当に街中が芝居好きなんだなっていう劇場で芝居見てる感覚とかなり近づきましたよね。そうですね、本当そうですね、うん、だからぜひバディもそういうふうに陣内さんの情熱で育ててほしいし、ね、うん、50になってバディやってるのもいいんじゃないですか。かっこいいですけど ね体力が持つでもあの僕はシリアスないわゆるストレートプレーの方でも、ね、陣内さんにやってもらいたいものがたくさんあるし、あ、ありがとうございます。ぜひ年1回のペースが守れて、うん、お金にならないけど本当に、いやいやいや、そうなんです。あの役者がステップを上がるためには舞台ってすごく大事だと思うし、はい、陣内さんそれをよく分かってくださってると思うから、今度またニューヨーク一緒行きましょうよ。行きたいですね、はあ、昔ね、お正月を一緒に迎えましたよ ね正月を昔あの真田君なんかと一緒にニューヨークで何本も芝居見てそうそうそう、ね、でも青井先生のスケジューリングはすごいんですよ。1日に3本とか4本とか平気でスケジューリングがもうこっちは時差ボケでこうガーッと 寝ちゃうっていう。僕マシュブロードウィークに咳払いされたんですよあのマシュブロードウィーク、はい、見ましたね、衝撃ですか、小さなところ。あれあの花道の一番後ろの方だったけど、花道のこうやってクッて咳払いするやつだけどこうやって見たらマシュブロードウィークはこうやって見てるそうか、うん、でもあのぜひまたああいう時も持ちたいし、はい、はい、あの稽古場で一緒に汗を流す機会もぜひ本当お願いします。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。